はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では、信長の野望創造戦国立志伝小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきましょう。前線を全体的に少し押し上げてまして、信濃はほぼほぼ、西軍側に、取り込んだという状況になっています。で、今回はその続きになるんですが、いよいよ甲斐方面への進出を、図っていけるんじゃないかなというところで、そのあたりしっかりプレイをしていければいいかなと思っています。で、甲斐を手に入れた後なんですが、一気にね、関東へなだれ込む算段がつくんですが、小早川は東海道を攻め下っているという状況なんですけど、次の敵拠点がですね、小田原城なんですね。小田原城ははっきり言って単独で攻め落とすのは不可能なんで、ここはですね、側面から石田家の進出を助ける形で、石田家と共同戦線を張るためにですね、まずは石田あ三成ですね、西軍の主力部隊が関東になだれ込めるような状態を作っていければいいかなというふうに思っています。で、あとですね、ちょっと最近悩まされ続けていた鉄不足、木材不足に対する策なんですが、まずはですね、一つで言うと、ここに製材所を作ってあります。これ前回ですね。で、今実はですね、港をいくつか作りました。今建設中です。なので、これで多少なりとも鉄が作れればいいかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。で、浅野家がいよいよ反撃をしてきたかな。社対、さらに信忠も出てるな。ここは力攻めで一気に終わらせたいな。開戦にして終わらせましょう。負けるわけにはいかない戦いにはなるので、十分に戦力的には勝機はあるはず。承知しました。あとは守りきれるかっていうのがね、一つの課題にはなるかなとは思いますが。で、ここはもう承知しました。兵糧が切れてるんで、一旦包囲を解くというか、この開戦は解くわけにはいかないので、ちょっとね、皆さん、退屈してしまうかもしれないんですが、このまま地味に攻め落としていきましょう。最前線でね、徳川3倍の兵力を誇る徳川と小早川が1対1で対面を張るのは不可能なので、どうしても織田、そして石田、この辺りの協力というかね、むしろそちらを主力として据えていく必要がありますからね。誤算だったのはやっぱり豊臣ですよね。豊臣がね、全然勝山城攻めに兵を出さないんで、この辺りは何かあるんですかね。史実に近いように豊臣は援軍をあまり出したがらないっていうね、ちょっとそういう仕組みが組み込まれてるんじゃないかっていうぐらい、頑なに兵を出してきませんでしたけど。ご命令を報告します。報告します。先月そのし収支たでら、す。報告します。治療でここはもう与えていきましょう。どこに与えるかというと、奥平にあげちゃいましょう。ちょっとね、飛び地区的な感じにはなっちゃいますが。で、これはどこよ。飛んでバーンと来たけど、戦国か、忠政。戦国忠政対2700。これは十分に迎え撃てるかな。で、井伊直政隊来てるけど、これも撃退はできそうですね。で、これは浅野行長隊。
これが深市場か。深市場の奪還作戦に出てきてるね。では、まあ、こういう時のためと言っていいでしょう。何、深市場まで来てくれないかとなると春日山城を前田に攻めてもらいましょう。で、庭長重隊は深市場までは来れないか。厳しいね。そうなると守りきれない可能性がある。先にそしたら、そうだな、浅野の息の根を止めにかかりますか。庭隊がちょっと前に出てこれないんだよね。こうやって見るとね、苦しいところですよね。小田原城攻めに入るのはまだまだ時期尚早なので、まあよしとしましょう。これでなんとか今取ったばっかりのここ、深市場を守りきりたいですね。清須から一応増援が出せればと思ったんですが、兵糧不足だな。今5月、あと4ヶ月間兵が出せない状態が続くという状況になりそうですね。出陣します、出陣します。よし、一旦みんな兵を返していってくれたな。これは援軍の要請が効いたな。報告します、先月の収支です。報告します。と前田との同盟、12ヶ月が限界か。まあいいでしょう。で、一旦兵を返していきましょう。騎乗する。ここは勝ち合うな。ここはでも壊滅させておきたい。せっかくなんで。逃げるなら今のうちだ。敵将捕獲した。で、石田隊はどうにもならないか。石田隊もきっとお金がないんだな。で、戦国隊が来ていて、戦国隊を撃退できるだけの戦力はないな。しょうがない、竹中隊を戻しましょう。一旦兵を返すと見せ、おっと、ここで反徳川連合が解散ね。ご命令を報告します、報告します、報告します。先月の収支。そしたら速攻で再連合を組みにかかりましょう。名手はやっぱり豊臣にするべきなんだろうな。なんだかんだ言ってもね。無理だ。そうなると、まあ、石田か。あとはしっかりと勧誘を入れていきましょう。豊臣がどうした。豊臣が当家の不義のため交渉に応じません。どういうこと。何ら不義を働いた覚えないんだけど。よくわかんないことになってるけど、しょうがないよね。まあ、後々状況の改善を図りますか。そしたらで、外交交渉で豊臣に関してはどうすればいいんだろう。工作なんとかね、連合に組み込みたいですよね。もちろんもちろんもちろん。木材不足に何かと不足していると。ってことはお金は余裕が出てきているので、
ここは内政取引で木材と鉄買っていきましょうか、うん、その上で回収ですね。今度は金不足だね。何なんだろうねこの感じ。止まれ。よし。出陣する。表情を始めます。報告します。先月の収支です。連合が組まれたはずだ。ちょっと連合がどうなってるか確認しておきましょう。連合は入ってるよね。島津入っている。秋月も入っている。立花入っている。毛利も入っている。問題ないね。長宗我部。生駒。浮田。豊臣だけだよね。なんかよくわかんないことになってるのが。おっと、織田家も入ってないの。織田家もちょっと入れないとわけわかんないことになるな、これは。そしたらちょっと外交上どうにかしていかないとまずいですね。あと2ヶ月でどうにかなるのか。小西浮永を入れて、あと豊臣だよね。よくわかんねえな。何かまずいことしたかな。完全にね、気分を害してる感じですよね。当家の不義って言ってきてますからね。全くね、不義を働いた覚えはないんですけど。出陣する。地味に攻めてくるな。よくも宇都宮から、宇都宮から兵を出してきたね。こんな、はるばる。3400の兵。織田を今敵に回したくないよね。あともちろん豊臣もだけど。表情を始めます。報告します。報告します。報告します。先月の収支です。しょうがない。これでもし連合に組み込めないようだったら贈り物を出すしかないかな。なぜ連合に入ってくれないのかがわからないけど、とりあえず信頼状態に変えて速攻で連合に組み込みましょう。ご命令を報告します。報告します。報告します。先月の収支です。でこれで兵糧も鉄も木材もそれなりに揃ったと。あとは連合だけだな。連合に入ってくれないよな。マジでわからんな。まあ豊臣を石田が食うんだったらそれはそれでいいっちゃいいんだけどね。これは石田隊が朝の食べにかかっています。これは全然いいでしょう。では回収で寸法をさらにでかくしていきましょう。4層天守。次のターンで規模をちょっと拡張しないとダメかな。そしたらあとは投資ですね。
まあ、地味に力はついてきたかなっていう感じはしますけどね。よし、石田がさらに前線を進めてくれたね。これはでかいな。上田城も取ったしね。石田がほんと頑張ってくれてますよ。これだってもう単独で石田15万まで行きましたよね。徳川がさらにでも伸長してるから17万、でかいですね。でかい、本当にでかい。で、そうすると清洲城に1万の軍勢が入ってるので、あの清洲城の軍勢を動かしていきましょうか。報告します。先月の収支です。報告します。今前田が春日山を攻めてるんだな。であればさらに援軍の要請を出していきたいけど、まず大谷はこれ以上前線を進められないよね。で、織田家に関して言うと、織田は待て待て、金森家でしょ。織田もこれ以上は無理か。そうなると石田だな。やっぱ石田にさらに兵を出してもらえますか。小諸を攻めましょう。で、地味にあのキオス、ここに兵1万が入っているので、この1万遊ばせておくのはもったいないので、この1万を使って、甲府を攻めましょう。浅野の人間は切っていきましょう。もう表情を始めます。報告します。報告します。報告します。先月の収支です。制作か。制作を取り行います。やってもいっちゃいいんだけどな。特に今すぐやりたいものってないよね。そしたら、投資ですね。投資。政策を取り行います。投資をやっておきましょう。いやー、小西行永本当優秀だわ。内政の官僚としてはかなり優秀ですね、やっぱり。不完全になってるのは、まあ、さすがはさすが春日山城って感じかな。そうなると春日山に増援を出してあげたいけど、増援が出せるような国はどこもないんだよね。これは一旦兵を引くだろうな。ちょっと力攻めしてくれれば話は別なんだけど。まさかとは思うけど、織田と豊臣、うわー、なんかやり始めてるわ。ろくでもねえこと始めてんな豊臣が。豊臣と石田が
潰し合いを始めちゃったね。やめてほしいわ、本当にこんな愚かなことは。まあ、戦力的にはどう考えてもね、石田家の方が有利にはなっていくんで、豊臣は潰れていきますね。歴史は変わる。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。なんとも複雑な気持ちですが、徳川に潰されるんじゃなくて石田に豊臣が潰されるっていうね、そういう絵になりそうな感じですね。石田がでかくなる分にはいいので、まあ、ちょっと、まあ、このまま生還するしかないかな。石田が潰れるっていうのだけは避けたいですけど、小諸城は落とすな。でポイントになる、おお来てるね、セラタ隊。さらに徳川からも援軍が出てるか、まあ、ちょっと情勢は何とも言えない感じになってる。でさらに中山隊も出てるわけだ。数的にはどうだ、ほぼほぼ互角か。ここは一回回戦してみますか。いや勝ち目はないな。兵を引きましょう。倍の戦力外で、じゃあやっぱり共同戦線を張らないとちょっと勝ち目がないですね。単独で戻るとするか、突破するっていうのは無理だな。甲府すらも徳川はこの間にもさらに慎重してるね。今徳川と伊達がぶつかってるのか。伊達がね持ちこたえてくれればいいんですけどね。先月の収支です。そういう意味ではもう一刻も早く、あれだな、義経がいるな。義経、まあ、義経はともかく、一刻も早く前田を前線に投入したいですね。で気になる石田と豊臣の戦いですけど、まあ、ここはもう決着が早そうだな。という間に豊臣が潰れていきそうな感じもしますけどね。ご命令くだされ、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。木材不足で、城の規模をでかくできないと言われているので、木材をちょっとある程度まとまった量を買っていきましょう。毎度大きい駿府はもうでかくでかくしていきたいんで、今度は金銭不足、このパターン多いね。
前田がどこまでさらに勢力を伸ばしてくれるかというところですね。金をちょっと今は無理だ。前田家との同盟はもちろん延長んで、外交交渉で言うと、もう正直言って豊臣と同盟をどうこうする意味はあまりないので、織田との同盟だけは延長しておきたいので、しっかり入れておきましょう。で、駿府はでかくしたいんですが、金不足か。7000円持っててもダメ？結構金かかりますね、さすがに。城の規模拡張となると。であれば、ちょっと、おお、落としたね、無事に。そしたらいよいよ前田に対してはさらに酷使をさせてもらいましょう。これは、めんどくさいことしてくれてるね、地味に。まあ、ただ、守りきれるでしょうというのと、大阪城が落ちたりするともう一気に戦局が変わるな。この辺りは正直言って、豊臣の方が有利なんだろうな。戦力的にはね、実際今の戦力でいうと、まあ、多少削られてるよね、石田は。やっぱりなんだかんだ言って、いや豊臣が本当ここで援軍を出さないだけじゃなくて足を引っ張り始めてるからな。大丈夫か。表情を始めます。報告します。報告します。先月の収支です。よし、金がこれでだいぶ溜まったんです。さすがに駿府もでかくできるでしょ。できるね。第7段階まででかくしちゃいましょう。城郭施設はどうしようかな。常備兵が2割増加するんだったら造船所にしましょうか。駿府には今精鋭が集まってますからね。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。いや、この辺り本当気になるな。大丈夫なんだろうか。しっかり豊臣を削り取ってってくれればいいんだけど。積極的にやっぱり兵を動かしているのは豊臣ですよね。浮田あたりが動いていないので、まだまだこれから情勢はいろいろ推移しそうな気配はありますけど。でここは徳川隊とついにぶつかったか。飯山城の攻略に出てくれてるという感じですかね。そしたら援軍の要請出していきましょう。早速ね、
織田がね、同盟にあるけど、結局その、連合に入っていないんで、どうにもこうにも、ご命令を報告します。信用の、報告します。先月の収支です。報告します。進む速度が遅すぎますね。お、連合に勧誘できる。どこ？ああ、津軽か。まあ、津軽でもいいんで入れておきましょうか。で、工作だよね、工作。しょうがない。そしたら、なんかもったいない気がするけど、贈り物を使って、また一気に、いい状態に持っていきましょうか。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。でだ、兵糧はたんまりあるんで、線路が整ってれば出兵していきたいな。駿府も8万2000まで兵は回復してるね。となると、どこに出兵するかなんですが、いや、甲斐は攻められないよな。甲斐は結構でかいんですよね。というか、徳川領とも密接してるんで、徳川からね、浅野に対しての増援が結構出るんですよね。気になるのがやっぱこの機内方面だよな。大丈夫なんだろうか。石田が共倒れというか死んでいくのは困るんでね。いや、徳川がここに来てでかくなってきてるね、さらに。で、こっちの方はなんとか持ちこたえてるって感じ。まあ、政宗、成光、小次郎あたりがいるんで、そう簡単にはやられないとは思うんですけど、家康が来てるのか。物量作戦されるとね、ちょっときついですよね。ってことは、こちらも、まあ、のんびりしてる暇はないということで、兵を出しましょう。甲斐を攻めます。細川忠興とか、もうちょっと大きな軍勢を率いらせてもいいかなっていう感じもしますけどね。福島正則の7000は大きいな。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。なんとかこの甲斐をものにしたいですよね。労力は1か、話にならないな。先月の収支です。報告いたします。そしたら久々に遠征軍を編成しますか。それなりに数は揃ってるはずなので、最前線駿府に兵を集結させて、一気に大反攻作戦を成就させましょう。多分ね、2万ぐらいの軍勢が集まると思うんですよ。もっと集まるかな、これうまくすれば。
そうすれば小田原攻めは無理にしても各方面に兵を、出してあげることができるというかなりありがたいというか嬉しいというかそういう状況が作れ、おお、鍋島とか前線に持ってくるべきだよな、むしろ戦力的に圧倒的に攻撃力高いですもんね。では貝攻めですね、貝攻め、貝を攻め落とそう。ここに対して敵の増援が出てくるかどうかだけど出てこないね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ってことはこのまま浅野潰してしまえるな。池田がそこで相馬あたりに食われるのは避けたいけど、どうしてもやっぱりこの小田原城を潰したいな。小田原城さえなくなればかなり楽になるんだけど、兵が1万5000、厳しいね。この1万5000はどうにもならないな。これでだいぶだいぶ城というか領地の充実は図られてきているはずなので、ちょっとこの粕山城あたりに一当たりかけてみるかな。まあここでどんくらい徳川からの増援が出るかですよね。貴様らの地獄よ、敵将。よし、頭は真田滅ぼのしました戦、お見せしよう。ちょっと待って、どういうこと？真田の、お、待って、秀明が家康に比類するってある？そんなこと。ご命令ください。いやいやいや、家康にははるかに劣るでしょ。先月の収支です。報告いたします。まあ、この辺りはもちろん同盟を続けていくんですが、ここで真田勢だよね。雪村9400、雪村の9400には話にならないけど、ならないけど、ここは一気にかしこまりました。は粕山城は取ろう。もう地行で何かなればという感じですかね。木材不足か。御用木材をを買ってこう。承ります。ありがとうございました。まあ、今は積極的にいろいろやっていってあげるべきでしょう。造船所は作れないよね。港ないもんね。そしたら、建設で、ここには港は作れない。まあ、しょうがないよな。そしたら、まあ、地味ではありますけど、しっかり地力をつけるという意味で、まず清洲からでかくしていきましょう。三層天守。粕山城がどうなるかな。さすがに強いね。雪村の9400は化け物だな。
下され、報告いたします。ただ小田原から思ったより兵が出てきていないというのはある意味ありがたいですよね。で、なんとか玉縄城を守りきったが、よく頑張ったね池田隊は。お味方が捕らえられました。何、捕らえられただと。腕が鳴るぜ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。丹羽家との同盟は継続、大谷とももちろん継続、久喜とも継続、豊臣とも継続しておきましょう。まあ、豊臣を攻める余裕はないですからね、いずれにしても。では満を持して、おお、兵糧が足りないか。兵糧を買ってでもここは全軍を購入したい。ありがとうございました。なぜなら粕山城を取る絶好の機会ですからね。セラタ隊を潰してしまいたいな。取り囲み、腕が鳴るぜ。出陣するぞ。で、雪村は戻ってきたの？戻ってこなくていいんだけどな。さあどうなる？これで敵の増援、敵の増援が来てるね。八王子からわざ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 いらしてると。これはさすがにきついか。もうちょっと粘る。味方の増援も来てる。3500。で、こっち方面はどうなってるかというと、どうにも動いてはいないか。そうだね、ちょっと一旦遺憾ではあるけど兵を引きましょう。表情を始めましょう。報告いたします。で、味方が九州から本体として増援が集まってくるはずなので、ちょっとそれを一旦待ちましょうか。はい、というわけで一旦ここで終わりにしてですね、次回伊豆方面へと進出を図っていければいいかなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。